県立高校の女性教諭がパワーハラスメントを苦に自殺した問題を受け県の教育委員会はパワハラを理由に教職員を免職にできるよう処分の基準を新年度から改定すると表明しましたこれはきょう開かれた県教育委員会の定例会で佐藤義明副教育長が報告したものですパワーハラスメントが認められた場合は、 行為の対応、悪質性、相手方の被害の程度等を考慮して、免職をを含めた処分を行うこととします。県教委はことし2月、県立高校の女性教諭が2020年にパワハラを苦に自殺したことを発表し、女性教諭を自殺に追い込んだ同僚の男,男性教諭を現在の基準に沿って、停職3か月の懲戒処分にしました。 処分の基準が甘すぎるとの批判が相次いだことを受け、新年度から基準を厳しくします。報告を受けた委員からは、当然といった声が出ました。一方、県教委は、女性教諭を自殺に追い込んだ男性教諭への処分を変更する予定はないとしていて、女性教諭の両親は、適正な処分と言えるか疑問と主張しています。